六王亭久田選手に伺います。最後の最後、仕上がり具合がどんなところまで来ているのかをまず教えてください。まだ調整の余地があると思います、はい、準優勝戦よりもさらに上昇させたいと。そうですね、まだちょっと足りないかなと思います。今ここがという具体的に不足してるなと思うところがあるのかどうか。伸びもだいぶついてきたんですけど、まだちょっとグリップ感が甘い気がしますで、うん、もう少しですね、はい、少しですか。はい、少し、はい、明日そのあたりを埋めていくための調整作業、どんなことを思い描きますか。プロペラ中心にやっていこうと思ってます、はい、会えばいいレベルまで来そうですか、優勝戦のメンバーの中でも。そうですね、ちょっとエンジン信じてみようかなと思ってますけど、はい、6号艇ですから、いろいろ思い描くところももしかしたらあるんじゃないかと思いますが、いかがでしょう。そうですね、まあ、オムラインが強いんで、なるべく内側には行きたいんですけど、まあ、明日の足の仕上がり具合を見て自分で考えます。スタートはいかがですか。ちょっと踏み込み切れてないですね、はい、最後に明日のレースに向けてファンの皆さんに一言お願いします。6号艇ですけど、見せ場作っていいレースします。お待ちください。